皆さんこんにちは、鍵盤奏者隼人です。今回はですね、一撃必殺のバックドライブについて解説をしていきたいと思います。ドライブっていうとですね、下回転に対してかけていくものだろうと考える人も多いと思うんですけども、下回転に対するドライブだけではなくて、上回転に対してのラリー中に使うようなドライブっていうのもすごく重要になってきますので、その中で今回皆さんにお伝えしたいのはですね、ある程度打点を早めにして、頂点よりも前の打点で早めに打って一発でエースを狙うような、そういうドライブですね。やはり打点が遅くなればなるほどですね、相手に時間を与えてしまうので、いい球結構打っててもブロックされてしまったりするんですけども、頂点よりも前の速い打点でドライブを打てばですね、そう簡単には相手は取れないと思います。でそれでしっかりコースを左右に打ち分けてあげればですね、結構ノータッチエースでぶち抜くことができるんじゃないかなという、そういうドライブですね。このドライブのポイントなんですけども、まずはバックショートがしっかりできるっていうことが前提になります。バックショートがまだ全然不安定で苦手だなっていう人は、まずはバックショートを練習してみてください。まずは今ぐらいのバックショートがしっかり打てていれば、これをコース振り分けてあげるだけでも割と得点取れちゃうんじゃないかなと思いますけども、このバックショートからの発展系として次の打法はプッシュですね。バックショートと打ち方は一緒なんですけども、この伸ばす速さだけを速くしてあげます。まずはこのバックショートとプッシュ、この2つをしっかり練習してみてください。じゃあプッシュまでしっかりできるようになったらですね、続いていよいよ今回の一撃必殺のバックドライブに発展していけたらと思うんですけども、基本的な体の使い方っていうのはプッシュとほとんど一緒ですね。で何が違うかといえばですね、ドライブですので、バックショートとかプッシュっていうのは手首を固定して壁を作ったまま押し出すような技術だったんですけども、ドライブの場合は手首を使ってここで円運動をプラスしてあげます。ラケットヘッドを回すように円運動をプラスしてあげて、そしてここでクッと回転を強くかけていくということになりますね。でその時のポイントなんですけども、あくまでも下回転ではなくて上回転のボールをドライブかけていくことになりますので、下から上に振り上げたりはしません。ボールがバウンドした直後を狙って、本当に球の上をまっすぐ前に振っていくような振り方で、イメージとしては球の真上をこするようなイメージですね。そして大きく振ったりはしません。あくまでもプッシュの動きに対して、ここの動きに対して手首を加えてあげるような、こういうイメージですね。こんな感じで球の上を打点早く前にしっかり引っ掛けながら振ってあげる。であくまでもドライブですので、しっかり回転を強くかけてある程度の弧線を出してあげないと不安定になりますので、ここでパシンパシンとかって弾いてしまうと、これはまた違うミート系の打ち方になってしまうので、あくまでも球の上をこすりながらそのままラバーに引っ掛けて強い回転で持っていってあげるというイメージですね。でこれ普通に振るとですね、クロスには割と打ちやすいんですけども、なかなかストレートに打っていくのすごく難しいんですね。まあ、もちろん体全体を向きを変えて打ってあげるのもいいんですけども、最初のうちはですね、体全体の向きをこのクロスからストレートに体全体の向きを変えて狙ってあげるっていうのが大事なんですけども、ストレートを狙う時にはですね、もう一つのやり方としてはある程度こうシュート回転をかけて外側に逃がしてあげるという方法があります。あとさらに言えばですね、途中まではクロスに打つようなフォームでこう入っといてですね、で打つ瞬間にストレートに手首をひねって方向転換してあげると、これはこれで逆モーションとして使えるかなと思います。このような感じでね、こうクロスに打つようなモーションをかけときながら、そこから手首をひねっていってストレートに流していくと、より効果的な逆モーションのストレートになるかなと思いますので。であともう一つね、おまけで言ってしまうとですね、今はシュートをやったんですけども、それとは逆にカーブ、外側の回転をかけて逆に曲げるっていう打ち方もあるかなと思います。このようにですね、球の外側の上をこう強くこすってあげるようなイメージで打っていってあげると、かなり強い横回転のスピンがかかってますので、相手がブロックしようとしたとしてもですね、結構取りづらいと思います。そして今度は外側の回転をかけていますので、逆モーションとしてはですね、ストレートに打つようなふりをしながらクロスに持ってってあげるような、こういう時にも使えますね。このようにですね、ストレートに打つとこう見せかけながら、実際には外側をこすってクロスに強い横回転をかけながら流していくっていう、こういう逆モーションのやり方もありかなと思いますね。あとはですね、これ重要なところなんですけども、これ試合中とかに何でもかんでもこれをやればいいというわけじゃなくて、しっかりとこの一撃必殺ができるタイミングっていうのを判断していくことが大事です。この一撃必殺っていうのはかなりリスクが高い打ち方でもありますので、難しいボールに対してやってしまうとかなりミスが出てしまうと思いますので、どちらかといえばですね、甘い球が来た時とかチャンスボールが来た時とかに打点を速くして打っていったりとか、逆モーションをかけて打っていったりとかっていう風に、割と甘い球が来た時にエースボールを狙いに行きたいっていうような時に使っていった方がいいかなと思います。闇雲に何でもかんでもこれでやれたら理想は理想ですけども、ただそれはよっぽど練習を積んでいかないとかなりミスが増えてしまうと思いますので、基本的には強い球を打たれた時にはちゃんとしっかりブロックしたりとか、速いラリーだったらしっかりバックショートでコースついたりとかしながら、でちょっと緩めのボールが来た瞬間にちょっと踏み込んで、こういう風にいろいろやっていくっていうことをやった方がいいかなと思いますので、まずは基本はしっかりブロックとかバックショートとか、しっかり基本のラリーでつないでいきながらチャンスを伺うっていうことですね。そんな感じでかなり難しい技術をご紹介させていただいていますので、皆さんのご自身のレベルに合わせてできるところから一つずつステップアップしてやっていっていただけたらなと思います。ありがとうございました。